やっぱコース変わると随分勝手が違うよな。その割には楽しそうに走ってたじゃねえか。できればちょっと腕試ししたいんだけどな。お、見ろよ、ちょうどいいところにそれっぽいのがいるぜ。バトル吹っかけんのか。そんな大げさなもんじゃねえけどさ。俺ちょっと声かけてくるわ。なあ、ちょっといいかな。俺たちもいつもは別の峠で走ってるんだけど、テクニック磨くために今日は妙義に来たんだ。よかったら付き合わねえか。俺たちだってやるときはやるってとこを見せようぜ。おいよ、ちょっと走り屋の意地も見せねえとな。早い相手だな。やるじゃねえか。ついていけねえ。嘘だろ、どうなってんの。アクセルを踏めるだけ踏んでやる。根本的に何か違う。ぶっちぎりじゃねえか。まさかここまで一方的な勝負になるとはな。ついていくのが精一杯だった。こりゃ勝てねえわ。けどすっげえ楽しかったぜ。よそで走るのもいい練習になったよ。俺たちアキナスピードスターズって走り屋のチームやってんだ。いつもアキナで走ってるから近くに寄った時は顔を出してみてくれよ。もっとも地元でバトルする時は負けるわけにはいかないけどな。さてそろそろ帰るか、池谷。おう。ああ、そうだ。まだここで走るんだったら、妙義ナイトキッズってチームの EG6 には気をつけた方がいいぜ。そんじゃ、またな。
おい、そこのお前。お前だよ。見かけねえやつだな。どっから来たのか知らねえが、ここがナイトキッズの地元だってことぐらい知らねえのか。いかにも走り合って車で好きに走り回りやがってよ。ムカつくぜ。いつもならお前みたいなやつはガムテープデスマッチでへこませてやるところだが、怪我した右手がまだ完治してねえからな。普通のバトルと行くか。ほら、とっとと車を並べろ。本物のバトルの厳しさを思い知らせてやるぜ。ダウンヒルの厳しさを思い知らせてやるぜ。情けないくらい不安定だね、 FR ってやつは。事故らせるように後ろからガンガンプレッシャーをかけてやるぜ。わざとアクセルを抜いて後ろについたのはじっくり見物するためさ。状況をよ。俺のシビックはナイトキッズ下り最速だったろ。くそ、やるじゃねえか。とんでもねえ食わせもんだぜ。これ以上は攻め込めないギリギリで走ったってのに追い切れないなんて。けどな、こっちから仕掛けたバトルだ。このまま引き下がっちゃ俺はチーム中の笑い者にされて再起不能だ。待ってろ、必ずリターンマッチを挑んでやる。